はい、皆さんこんにちは。歴戦人講師の川原です。で、2025鑑定の、論文ブリッジ講座1回目講義を行っていきます。このブリッジ講座は、論文合格コースの中で鑑定論についてまず、ね、初めに受講していただく論文向けのですね、トップバッターの講座ということになってきます。なのでまずはね、論文筆記試験の概要から確認をしていきます。はい、これ令和5年度のですね、受験案内ですね、願書を使いまして説明をしていきます。で、まずはね、願書の受付期間ですね。まあ、受験手続きですね。例年ですね、年明けの2月の中旬から3月の中旬がですね、願書の受付期間ですね。受験手続き期間ということになってきます。担当免除で論文から受ける方もですね、担当の時と同じですね、この2月の中旬から3月の中旬にですね、受験手続きを行う必要があります。毎年1人2人ですね、手続き忘れてしまったって方がいるんですけど、そればっかりはどうすることもできませんので、忘れずに、期日が近づいてきますと、レックの鑑定士課のホームページだったり SNS でですね、注意喚起情報をね、出していきますので、ぜひですね、忘れずに受験手続きですね、行うようにしてください。で、続いて論文筆記試験で、ね、試験期日なんですけど、例年ですね、8月上旬の同日月の連続する3日間が試験日程となっております。最終日月曜日ですので、お仕事されている方はね、事前にお休み取っていただく必要があります。皆さんが受けるべき令和7年ですね、2025年度ですと、例年通りですと8月の2、3、4の同日月の連続する3日間がね、試験予定日ということになってきます。正式には年明け1月ぐらいにはですね、国土交通省から発表されますね。それで確認するようにしてください。で、試験地なんですが、試験地ですね、担当式試験はね、全国10カ所が試験地になってるんですけど、論文式試験はですね、全国3カ所だけなんですね。東京、大阪、効果になっています。なので多くの方がですね、この試験3日間ですので、宿泊してですね、試験を受ける形になってきます。で、年明け6月の、ね、下旬ぐらいですね、本試験が8月ですので、その 2ヶ月ちょっと前ぐらいですかね、国土交通省から具体的な試験会場が発表されますので、ぜひですね、試験会場のそばのホテルをですね、早めに取っていただいてですね、論文筆記試験ですね、受けるようにしてください。で、論文筆記試験の科目なんですが、まずは担当筆記試験はですね、2科目ですね。行政法規と鑑定評価に関する理論、鑑定理論ですね。2科目で試験が実施されます。で、一方論文筆記試験ですね。この行政法規はですね、担当筆記試験だけの科目になってきまして、論文では出題されません。一方、この鑑定理論ですね、鑑定士としての専門科目ですので、論文筆記試験においても鑑定理論ですね、出題されます。論文においても鑑定量ですね、専門科目として出題されます。加えてですね、論文筆記試験においては、民法、経済学、会計学、まあ、教養3科目なんて言われたりするんですけど、なので論文筆記試験はですね、教養3科目プラス専門科目の鑑定量ですね、計4科目で試験が実施されるのが論文筆記試験ということになってきます。で、主題形式なんですけど、鑑定理論ですね、主題の形式が、2つに分かれてきまして、まずは、教養3科目と同じですね、文章を記述していく論文という形で出題されるのが、まず1つの形式ですね。これ教養と同じです。2日目の午後、3日目の午前中ですね、教養科目と同じですね、記述をしていく論文です。で、もう一つの形式がですね、演習というものでして、こちら電卓を使って計算をしていくですね、そういった形です。鑑定理論の出題形式は、教養と同じ記述をしていく論文と、電卓を使って計算をしていく演習という形で大きく2つに分かれていきます。で、この演習についての対策は、別個演習対策講座というもので行っていきますので、この論文ブリッジ講座は、この論文向けのね、対策のね、講座ということになっていきます。で、出題数ですね、問数なんですけど、基本的にはですね、大問4問ですね。民法が大問ですね。大問2問ですね。基本的には大問2問ですね。なので民法は、
大きな問題が2問ですね。問題1、2という形で大問2問が出題されまして、同じように経済学も大問2問、で会計学も大問2問という形で問題1、2という形で出題されます。一方、専門科目であります鑑定論は、教養科目の倍の問数が論文においては出されます。つまり、2日目の午後ですね、大問2問、まずはね、問題1、2という形で出題されまして、さらに3日目の午前中ですね、問題3、4という形で、さらにですね、大問2問が出題されます。計4問ですね、論文が出題されます。演習はですね、大問1問ですね、大きな問題1問という形で出題されるという形式になっています。で、配点なんですけど、大問1問につき、50点満点ですね。なので2問なんで、100点満点ですね、100点。民法、大問1にですね、それぞれ50点満点、2問合計で100点。で、経済学も2問合計100点満点。で会計学も2問合計で100点満点。で、鑑定論ですね、2日目の午後ですね、問題1、2で100点満点。で、問題3、4で100点満点ですね。で、演習1問でやっぱ100点満点です。なので、合計しますと、論文はですね、600点満点です。600点ですね。で、そのうちの鑑定論、半分の300点ですね、配点の半分を占めているのが、鑑定論ですね、という科目になってきます。なので当然これ配点の半分を占めてますので、鑑定試験の相対評価の試験です。なので、多くの受験生はですね、配点の半分を占める鑑定論についてですね、多くのね、学習時間を費やして勉強しています。なので相対評価である鑑定試験においては、皆さんも書き負けないようにですね、負けないようにですね、しっかりと鑑定論についてはですね、やっぱり学習を進めていく必要が、ね、多くの時間を使ってね、学習を進めていく必要があります。鑑定論を苦手としているようですと、なかなか合格が厳しいですね、配点の半分を占めているのが、鑑定論ということになってきます。はい、ではね、適応やつけるための適応を知る必要がありますので、実際のね、本試験問題確認していきます。はい、これ実際のね、本試験問題です。A4 番でこう横書きの問題用紙になっています。で、これ令和5年度のね、実際の本試験問題です。で、不動産の鑑定評価に関する鑑定のですね、論文問題のこれ1、2についてですね、確認していきます。で、100点満点ですね。問題1にそれぞれ50点満点、合計100点満点です。で、試験時間2時間です。2問で2時間ですね。で、これ、問題1にはね、2日目の午後の科目ですので、午後1時半から3時半の2時間で問題2問解いていくですね。そういったスケジュールになっています。で、これ配られまして、で、これ、ペラッとめくると問題文があるんですね。配られて、初めて形でペラッとめくって、ね、問題、回答を作成していくね。そういった流れです。で、一応ね、問題文確認していきましょう、これ。内容はですね、わからなくていいので、ちょっと形式だけ確認していきますので、ちょっとね、問題1の方ですね、見ていきましょうかね。それぞれ50点満点、50点、50点、100点満点になっています。問題1の方見てください。問題文。不動産の個別適用について次の各設問に答えなさい。書問の1。個別適用因とは何か簡潔に述べなさい。書問の2。建物の各用途に共通する個別適用因のうち、設計設備等の機能性及び維持管理の状態について、それぞれ留意すべき点を述べなさい。書問の3。書問2の2つの個別適用因については、原価法の適用にあたり、どのように反映すべきか、それぞれ簡潔に説明しなさい。書問の4。次の建物の用途ごとに特に留意すべき個別適用因は何か答えなさい。1、事務所ビル。大規模な高層事務所ビルの場合の留意点についても触れること。2、物流施設。大規模で、機能性が高い物流施設の場合の留意点についても触れることとなっています。このように、これ、小問形式でですね、問題が出題されます。採点しやすいように、書きやすいように、小問形式で問題が出題されるのが通常なんだということになってきます。で、あとね、注意事項がありまして、またね、ちょっと問題の表紙に戻りますと、いくつか注意事項示されてまして、縦を見てください、縦を見てください。
回答は回答用紙の所定の欄に黒もしくは青のボールペンまたは万年筆で丁寧に書いてください。鉛筆等で書くと無効となりますと載っています。担当式試験はマークシート方式ですので筆記用具は、ね、鉛筆が指示されているんですけど、論文式試験における筆記用具はですね黒もしくは青のボールペン万年筆が指示されています。なので事前にですね筆記用具いくつか試して準備していただく必要があります。論文3日間ですね大量の文字を書いていきます。合格者の中では検証炎になってしまうようなそういった方もいますので、書きやすくて疲れにくいものですね、早め早めに黒もしくは青のボールペン万年筆ですね準備して、で実際の答案練習会答練で試してですね自分に合った筆記用具ですね早め早めに選んでいくようにしてください。細すぎてもダメですし、太すぎてもダメですね。で、にじみにくくて乾きやすいものですね。ジェル状のボールペン使ってる方が結構多かったりします。で、ちなみに消せるボールペンはね、使用が願書で禁止されています。ちなみに私、受験生時代はね、青の万年筆使いました。黒いね、筆記用具を使ってることがね、多い中で、青の万年筆を使うとですね、目立って、しかも青はなんか目に優しいという形で、そういったね、噂がありますので、青の万年筆使ったんですけど、実際ですね、試験が採点するときには、受験生が書いたね、回答書をコピーしたものを使う、ね、使って採点すると言われてますので、色は関係ないかもしれないですね。とにかく書きやすいものですね、事前にしっかりと準備して、答案練習会、答練でもね、使っていくようにしてください。で、すぐ上、注意事項を縦に見て、縦3見てください。問題用紙は表紙を含めて2ページ、回答用紙は表紙を含めて5ページと示されています。じゃあ回答用紙の方ですね、ちょっと確認していきますと。はい、これね、実際の、令和5年度の問題1での回答用紙ですね。こういった本試験の問題だったり回答用紙というのは、国土交通省の、試験関連のところにデータがアップされてますので、これ誰でも閲覧したり打ち出したりすることができます。これ実際ね、データを打ち出してきました。型はこれ B4 番ですね。B4 番の横書きの回答用紙ということになってきます。で、これ問題1、2の回答用紙ですね。で、これ表紙なんですけど、表紙の下にですね、自分のね、試験地丸で囲んで、で、受験番号ですね、名前を書くみたいな表紙になっています。で、これ上なんですけど、注意書きがありまして、回答用紙のホチキスは外さないでくださいってありますよね。上がホチキスで止められている形で、回答用紙ですね、配布される形になっています。で、内訳としましては、まずは、問題1の1ページ目。で、続いて、問題1の2ページ目。で、続いて、問題2の1ページ目。で、最後に、問題2の2ページ目という形でですね、構成されています。こういった形ですね。つまり、大問1問あたり2ページの回答用紙が与えられます。で、1ページあたり、これ25行の行数が与えられたのが1ページです。で、それが2ページですので、かける2ページ50行ですね。1問あたりですね、25行かける2ページの50行。で、それが2問、大問2問ですので、2セットですね。が回答用紙としてこう配られる形になっているんだということになってきます。会計学はですね、ちょっとね、独自の回答用紙なんですけど、民法経済学はこの鑑定年と同じですね。25行かける2ページの2セットという形で回答用紙がですね、配られた形になっています。で、回答例なんですけど、回答例はですね、国土交通省は発表しないんですね。回答例は発表しないんです。なので、各ね、資格学校がですね、試験のね、2、3日後にですね、模範回答例を作成しまして、それをですね、データがアップする形になっています。で、これが問題1の私がな試験後に作成した模範解答例になっています。で、ちょっとね、形式、やっぱり内容 A の形式を見ていきますと、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、
こう実践のアンダーラインが引かれているところがありますね。これはあのね、不動産鑑定が基準から引用しているところがね、実践のアンダーラインに示されてまして、あとね、ちょっと区別がしにくいと思うんですけど、こう波線が引かれているところがあります。これがね、あの、留意事項ですね。留意事項から引用しているところが波線のラインが引かれている形になっています。で、こう2ページのね、回答例になってるんですけど、ざっと見ていただきますと、ほぼほぼラインが引かれてるのは分かりますかね。回答例の中でずっとこうラインが、実践なしくはね、波線のラインがほぼほぼ引かれてる形の回答例になっています。つまり、鑑定理論の回答というのは、なんか小論文的に現場で自分で考えて自分の言葉で書いていくとか、そういった問題ではね、そういったね、問題ではなくて、基準留意事項を引用して回答を作成するのがこれ基本ということになってきます。鑑定理論の回答というのはなんか小論文的に自分の考えとかですね、自分の言葉で書いていくとかそういったものではなくて、基準留意事項を引用して回答を作成するのがこれ基本ということになってきます。で、この回答例なんですけど、今後もね、あの講座だったり答案練習会答練でこう回答例を示していくんですけど、この回答例は超模範回答例だと思ってください。つまり、このまま書けないと合格することができないとか、そういったものではないです。この超模範回答例です。私も実際現場で、じゃこの通り回答例書けるかというと、多分書けないと思います。それぐらいのね、超模範回答例だと思ってください。この通り書けなければ合格することができないとか、そういったものではありません。じゃどの程度ね、記述できれば合格することができるかと言いますと、ちょっと願書の方を見ていきますと、願書には論文式試験ですね。おおむね6割を基準として合格を判断していくとの指示になっているんですよね。なので、この問回答例もですね、大体ですね、6割ぐらいが記述できれば合格することができると理解してください。1問あたり50点満点ですので、大体30点ぐらいですね。この超模範回答例の6割ぐらい記述できれば十分に合格することだけ、全部書けないとね、合格することができないとか、そういった回答例ではないんだということに理解するようにしてください。ちなみにやっぱり鑑定試験相対評価の試験ですので、例えば経済学、年によっては非常に難しい問題が出たりします。そういった問題ですと、みんな書けませんので、この模範回答例の、それこそ5割、4割ぐらい書ければ合格できるとか、そういった問題なんかもありますので、あくまで示されている回答例は超模範回答例ですね。そういったこれ位置づけということになってきます。で、これから受けていただくね、論文ブリッジ講座の位置づけを説明していきます。はい、じゃあお手元、配布されているこのね、ブリッジテキストというものをね、準備してください。ブリッジテキスト準備してください。はい、お手元ね、ブリッジテキスト準備してください。で、表紙めくります。端書きがあって、で、目次があって、続いてブリッジ講座の位置づけと書かれているページですね、下ローマ数字のこう3のページですね、そちらをちょっと開いてください。はい、端書き目次飛ばしてブリッジ講座位置づけと書かれているページですね、ローマ数字3ページ目開いてください。でブリッジ講座ね、どういった方を対象にしているかと言いますと、対象者は、本講座は担当対策として一通り鑑定理論を学習した方を対象としている講座なんだということになってきます。鑑定理論の基礎知識をね、身につけている方をね、対象とした講座ということになってきます。本部のところ。鑑定理論は担当式、論文式共通の科目であり、ベースなる知識は基本的には担当論文共通で、アウトプット、回答の仕方が異なるだけなんだということになっていきます。基本的には担当特有の知識、論文特有の知識というのはありません。担当対策の基礎知識がそのまま論文対策の基礎知識となっていきます。学ぶべき知識は担当論文共通です。アウトプット、回答の仕方が異なるだけです。マークシートでマークするのか、論文記述をしていくのか、アウトプットが違うだけで、学ぶべき知識は担当論文ね、基本的には共通ということになっていきます。次の文章。そのため、本講座においては、鑑定理論の全体像をざっくりとは総ざらいしますが、論文対策としてゼロから鑑定理論の知識を学ぶということは行っていかないんだということです。ざっくりと全体像を確認するってことはしていくんですけど、ゼロベースで知識をインプットしていくような、そういったね、講義の進め方はしていかないことになってきます。なので、次の文章、従って、
担当合格コースを同時に申し込んでいる方、過去飛ばしては、まずは担当合格コースに含まれている合格基礎講座全20回を受講してから本講座受講するようにしてください。この論文合格コースとともに担当合格コースを同時に申し込んでいる方ですね。具体的には担当論文フルコースの方、もしくは担当論文基礎コースの方はですね、まずは担当合格コースに含まれている、これ、担当論文共通の基礎知識を学んでいきます。この合格基礎講座全20回ですね。こちらの講座を受講して、しっかりと復習をした上で、このブリッジ講座ですね、受講を始めるようにしてください。なので、この合格基礎講座20回の講義まだ受講されてない方はですね、このブリッジ講座の、ね、受講を今止めていただきまして、まずはこの合格基礎講座20回の受講ですね、行う上で、受講は優先して行っていくようにしてください。で、次のまた、独学の方など、担当対策としての鑑定理論の理解が不十分と感じられる方は、論文合格コースの特典である、可燃度の担当向けの即習講座全10回、ウェブ講座を視聴するなどしてから本講座受講するようにしてください。独学なので、まだ鑑定理論の基礎知識ですね、不十分と感じられている方はですね、この論文合格コースの特典として、昨年度のこれ、担当スーパー即習講座、即習講座の全10回分のウェブ講座がね、これ無料で視聴できる形になっています。なので、ざっとで良いので、このね、10回分の即習講座ですね、視聴していただいて、基礎知識をね、一通り確認した上でですね、このブリッジ講座ですね、受講するようにしてください。では、本講座ですね、どういったことを目的としているかと言いますと、はい、じゃあ目的というところを移ってください。本講座は、鑑定理論の論文を書くため、論文を書くための準備をね、していく講座ということになってきます。担当の正誤を判断するために身につけた知識を論文を書けるようにしていくですね。そういった講座ということになってきます。本部のところ。本講座は担当と論文の橋渡し的な講座、ブリッジ講座なんだってことです。つまり、担当対策として学習した鑑定理論の基礎力を論文を書けるような知識にコンバートを変換していくことを、ね、まずは目的としています。担当対策として身につけた知識をですね、論文で書けるような知識にですね、していく。いかにしていくのか、拡充していくのか、そういったことを意識づけるための講座が、これブリッジ講座です。担当で身につけた知識をですね、論文でね、技術できるような知識ですね、変換していくですね、いかに拡充していくのか、そういったことを、意識づけるための講座が、ブリッジ講座ということになってきます。と、ともにですね、合わせて3行目見てください、本文。鑑定理論の回答の方、書き方を身につけることも目的としています。鑑定理論、独自の回答の方ですね、書き方があります。そちらも身につけていくこともね、本講座においては目的としています。で、最終3行。本講座の受講にあたっては、特に縦の理解、深い理解、各概念の必要性と、横の理解、横断的理解、他の章との関連等を意識することが重要となってきます。担当対策としましては、ある程度知識ぶつ切りでもですね、試験に対応できるんですけど、論文対策としましては、各概念の必要性等との深い理解ですね、縦の理解と、あとは他の章との関連等との横断的な理解ですね、横の理解ですね、論文対策としましては、こういった縦の理解、横の理解ですね、深い理解だったり、横断的な理解が試験対策としては必要になってきますので、ぜひそのあたりも意識してですね、ブリッジ講座受講していくようにしてください。はい、あとね、もともと配られている教材について説明をしていきます。まずは、今ご覧になっていただきました、この2025鑑定の論文ブリッジテキストですね、こちらがお手元届いていると思います。これ、ブリッジ講座、オリジナルのテキストです。この中に、問題が6問入っていまして、このね、6問の問題を使いまして、鑑定理論、独自の回答の方ですね、書き方をですね、確認していきます。で、続いて、2025合格基礎テキスト鑑定理論、お手元届いていると思います。これ、担当論文共通のレックのね、基礎テキストということになってきます。で、中にはですね、可燃度コースを取っていて、2024年度の合格基礎テキストですね、お手元ある方もいらっしゃると思います。で、メモ書きなどしていて、そちらの方が使いやすいということならば、そちら使っていただいても構いません。鑑定の特に大きな改正とかありませんので、ちょこっとだけマイナーチェンジはしてるんですけど、大きな変更はありませんので、お手元メモ書き等々していて、そちらの方が使いやすいならば、2024年度の合格基礎テキストね、使っていただいても問題ありません。あとは、
こちらですね、2025高架家鑑定理論、お手元届いていると思います。レック一押しの論文向けの論証例集ということになってきます。あの使い方はね、後ほど説明していきます。と、私講義の中でちょっとマーカーをしていきます。ピンク、ブルー、グリーン、イエロー、パープル、あとはねちょっと太めの赤と青のペンですね。こちら使ってマーカー等としていきますので、お手元で準備できる形を準備していただけるとありがたいです。はい、ちょっと以上ね、一旦ちょっと前置きという形になってきます。じゃあ一旦ここで切っておきます。はい、以上をもちまして第1ユニット講義の方を終了いたします。はい、で第2ユニット講義の進めていきましょう。お手元にちょっとブリッジテキストを準備いただきまして、ブリッジテキストで足書き目次で位置づけ進めまして、でローマ数字4ページ目ですね。ローマ数字4ページ目ですね。4ページ目。鑑定理論の、論文対策学習法というページのところを開いてください。はい、ローマ数字4ページ目ですね。鑑定理論の論文対策学習法、ブリッジテキストのローマ数字ね、4ページ目。鑑定理論の論文対策学習法というところを見てください。論文対策として鑑定のね、どういった点に注意して学習していく必要があるのかとかね、ポイントをいくつか説明していきます。まず一つ目のポイントとしましては、黒帯タイトル、基準留意事項をより正確に暗記することがまずは重要となってきます。本文のところ、鑑定理論の論文作成は事前にインプットした基準等の中から問いに対応したものを抽出し、それを正確に引用して論証することがまずは基本となってきます。先ほど模範解答例で見た通り、鑑定理論の回答というのは小論文的に自分の考えを自分の言葉で書くとかそういったものではなくて、事前に準備してきたこの基準留意事項ですね、使いまして引用して回答を作成するのが、まあ、基本となってくるんだということになってきます。なので3行目、そのためにも基準等について理解を伴わせた精度の高い暗記が必要となってきます。鑑定理論の学習、一言で言うならば、理解を伴わせた基準留意事項の精度の高い暗記を行っていく科目なんだということになってきます。丸暗記ではダメで、理解を伴わせて、しかも論文なので、こう書けるレベルに持っていかなきゃなりません。精度の高い暗記が必要となってきます。で続き、相対評価の試験である不動産鑑定試験においては、受験生の大半が多くの時間を費やして基準等の暗記の精度を高めている以上、皆さんも周りにかき分けないように暗記進める必要があります。配点の半分を占める鑑定論ですね、多くの受験生が多くの時間を費やしています。特にこの、ね、基準留意事項の暗記のね、多くの時間を費やしています。で鑑定試験は相対評価の試験です。他の受験生が多くの時間を費やして基準留意事項の暗記を進めているならば、やっぱり書き負けないように皆さんもですね、多くの時間を費やしてこの基準留意事項ですね、理解を伴わせた精度の高い暗記を行っていく必要があるんだということになってきます。じゃあ暗記についてのね、いくつかのね、ちょっとポイントを説明していきます。ただもうそもそも論としてされて、そもそも暗記は絶対に必要なのか、自分の言葉で回答を作成してらはしては合格することができないのかってことです。それはなかなか厳しいということになってきます。本文のところ、鑑定理論は基準等の暗記自体を試す試験ではありません。基準等の文言通り記述していないから点数がつかないわけではなく、基準等の文言通り記述していないことによって内容自体が間違ってしまっているため、点数がつかないこととなってくるんだということになります。暗記そのものを試している試験ではありません。ただ基準通り記述できていないと、結果ですね、結果内容自体が間違ってしまって点数がつかないんだということになってきます。つまり実務を行ってない受験生が基準等の意味内容を完璧に理解するのは困難だり、ちょっとした記述の違いが大きな間違いとなることが多いんだということになってきます。基準留意事項というのは現場の鑑定士に向けた、まあ、広域規範ですね、実務指針です、実務規範です。なので実務を行ってない受験生が基準留意事項を全部を全部完璧に理解することができるかというと、やっぱなかなか難しいです。実務を行っていないので、本当は私が皆さんにですね、完璧に分からせるように講義を行うべきなんですけど、なかなかやっぱ実務を行ってない受験生の段階ですと、全部は全部ですね、基準留意事項で完璧に理解できるかというと、それはもう難しいです。実は私も合格して実務を行った時に初めて、あの基準ってこういったことを意味していたんだと分かることがいっぱいありました。
最終合格者でも基準留置校ね、すべてを完璧に理解できているかというと、やっぱできてないです。だから全部理解するのはなかなか難しいということです。で、そういった受験生が、この表現ってちょっと変えてもいいかなとか、この表現ってちょっとカットしちゃってもいいかなって安易に考えると、結局、内容が間違ってしまうんですね。表現をちょっと変えたり、表現を割愛する。でもその表現って、やっぱり非常に重要だったりすることがあるわけなんですね。そういったことが理解できてなくて、文言段を変えたりですね、割愛したりすると、結局、内容がね、間違ってしまう。もしくは内容が足りなくなって、結果、点数がつかないことになってきてしまうんだということになってきます。で、次の学、基準等を引用すれば減点はされません。正直、丸暗記でも対応する基準等を引用できれば、しっかりと点数はついていきます。続き、試験員に自分の理解を適切に伝えるためには、いわば共通言語といえる基準等を駆使して回答を記述するのが最善策と言えるんだということになっていきます。試験員も基準留置校を暗記して合格して、で、試験員になっています。つまり、基準留置校というのは、受験生と試験員の、いわばこう共通言語です。英語みたいなものです。共通言語です。なので、自分の理解をしっかりと試験員にアピールするためには、やはりこの共通言語であります、基準留置校を使って回答を作成する必要があるんだってことです。例えば、英語が母国語の人に自分の理解をですね、しっかりと伝えるためには、やっぱり英語を使うべきですよね。同じです。やっぱりね、基準留置校というのはこれ共通言語ですので、自分の理解をしっかりと試験にアピールするためには、この共通言語であります基準留置校ですね、使っていくのが分かりやすい説明につながってくるんだということになっていきます。試験員というのは大門ごとにですね、試験員が選ばれます。つまり教養科目は2人の試験員、鑑定理論は4人の試験員がね、選ばれます。で、それぞれ問題を作りまして、自分が作った問題について責任を持って採点をしていきます。で、論文式試験というのは、だいたい1000人ぐらい受験するんですよね。なので、1人の試験員が1000通の回答をですね、採点していきます。本当にこう、1000通の採点って非常に大変なんですよね。なので、1人当たりの採点に当てられる時間というのは数分と言われています。で、その短い数分間で、印象の良いですね、答案と判断されるためには、鑑定理論ですね、どういった答案が印象の良い答案かというと、それはね、初めから終わりまでスッとね、流れよく引っかかりなくね、読んでもらえる答案がやっぱりですね、印象の良い答案です。それはどういった答案かというと、やっぱり共通言語であります基準留置校を使った答案がこれ、ね、スッと読んでもらえるですね、引っかかりのない答案ということです。つまりこう初めのね、3、4行試験が読んで、で、基準留置校が使われていると、あ、この人はしっかりと基礎知識が身についてるんだなって判断してもらって、その後ですね、こうさらっと読んでもらえるんですよね。一方で、なんか初めからオリジナルの表現で書いてる答案というのは、試験やっぱ採点しなければならないので、こうやっぱ読み込まざるを得ないんですよね。で、読み込むってことは結局荒探しを避けて、結果やっぱ減点につながっていきます。なので、こうさらって読んでもらえるためには、やっぱり共通言語であります基準留置校を引用した回答がベターなんだということです。例えば全く同じような内容の回答でも、基準留置校をしっかりと引用した回答と、やっぱり自分の言葉で書いている回答ですと、やっぱり当然ですね、点数はこの基準留置校ですね、共通言語の基準留置校をしっかりと使った回答の方が良い点数になってくるんだということになってきます。じゃあ、どのレベル、どのぐらいの精度で暗記をしていく必要があるのかってことです。はい、下、暗記の精度のレベルはところ見てください。担当対策としましては、足の整合を判断できるレベルに持っていけば、試験対策として十分なんですけど、一方、論文の場合はね、書けるレベル、記述できるレベルに持っていく必要があります。担当の整合を判断できるレベルと、記述できるレベルというのは、正直言うと、格段の差があります。本文のところを見てください。本試験において、結果的に7割程度の精度で基準等を引用できれば問題はありません。そのためには、手におはや句読点までは厳密に考える必要はありませんが、意識としてはほぼそのまま暗記をしていく必要があるんだということになってきます。日本語として成立していれば、手におはとかね、句読点はね、それほど厳密に考える必要はありません。結果的に本試験の場で7割程度の精度でしっかりと引用できれば、大きな内容のね、間違いにはつながってきませんので、しっかりと点数がついてくります。ただ、3行目。普段の意識としましては、ほぼそのまま10割精度の意識で暗記を進めてほしいということです。なぜかと言いますと、
普段の意識として7割ぐらいでいいやと思ってると、現実的には5割ぐらいの精度の暗記になってしまいまして、で、緊張している本試験の場ですと4割ぐらいの精度になってしまいます。4割精度ですと、内容が間違っていたり、不十分ってことになってしまいます。それですもなかなかね、いい点数がついていきません。つまり、結果的に本試験の場で7割精度のね、回答を作成するためには、普段の意識としては10割です。そうすると現実的には8割ぐらいの精度になりまして、で、緊張している本試験の場でも7割ぐらいの精度で書けることになってきますので、なので、普段の意識としてはほぼそのままですね、10割の精度で暗記を進めていく必要があるんだということになってきます。最終2行を見てください。また本試験においては基準と思い出している時間はありませんので、瞬時に引用できるレベルまで持っていく必要があります。2時間で2問、1時間1問のペースで回答を作成していく必要があります。基準って何だったっけかななんて思い出せる時間で、ね、全くありません。現場で、ダーッと吐き出せる、こう、マシンみたいに基準流暢語を吐き出せるレベルに持っていかないと、使える暗記とは言えないんだということになってきます。では、どれぐらいまでですね、どの分量、どれぐらいの範囲で暗記をしていく必要があるのかってことです。はい。大筋5ページ移ってください。暗記の範囲はってことです。担当対策としましては、担当の問題というのは、総論1章から各論第3章まで、12の章について、すべての章から問題が出されますので、基本的にはすべての章についてですね、学習をしていく必要があります。一方、論文の方ですと、文章のところを見てください。論文式試験において、出題されにくい分野がありますので、イメージとしては、基準が8割、留意事項が5割、トータルすると全体の7割程度が暗記をすべき範囲となってきます。論文によってですね、こう、分野の重要度から出にくい分野というのがありまして、あとは、論文式試験においては、近年の本試験出された分野というのは、ちょっと出されない傾向があります。なので、分野の重要性だったり、もしくは出題サイクルから論文では出にくい分野というのがありまして、なので、ざっくりと、基準ですと8割、留意事項ですと5割、トータルすると全体の7割ぐらいの範囲は暗記をしていく必要があります。つまり、4ページ下、精度としても7割、範囲としても7割ぐらいの範囲で暗記はね、進めていく必要があるんだということになってきます。では、どういった順番で暗記を進めていけばいいのかってことですね。暗記の順番はってところを見てください。基本的にまずは基準続いて留意事項という順番で暗記進めていくようにしましょう。まあこれが原則ですね。まずは基準。で、続いて関連する留意事項という順番で暗記は進めてほしいということです。で、次にしよう。また、章ごとのメリハリも意識すると良いということになっていきます。では、ちょっと章ごとのメリハリをつけていきますので、お手元、合格基礎テキスト準備してください。お手元、合格基礎テキスト準備してください。で、合格基礎テキストの表紙めくりますと、端書きがありまして、で、続いて本書の特徴。で、続いて目次ですね。ちょっと目次のところを開いてください。合格基礎テキストのね、目次のところを開いてください。端書き本書の特徴の次ですね。目次のページ開いてください。ではね、章ごとにメリハリをね、説明していきます。ABC ランクでメリハリをつけていきます。C ランクというのはやらなくていいとかそういったことじゃなくて、優先順位として後回しにしてください。そういった意味です。ABC ランクでランク付けしていくんですけど、C ランクというのはやらなくていいとかそういったことじゃなくて、優先順位というのは後回し。まあ最終的にはしっかりとね、暗記していく必要があるんですけど、優先順位としては後回しにしていいのが C ランク。一応そういったね、意味でランク付けしていきます。まずは総論第1章です。不動産の鑑定評価に関する基本的構図。これ抽象論ですね。2章以降の具体的な概念の理論的根拠が示されたのが1章ですね。この基本的考察です。抽象論でなかなか試験にはね、出にくいところで、まあ、ざっくりと10年に1回出ればいい、そういった形です。で、しかも令和4年度に1章の問題が出てるんですよね。そういった意味でも、出題サイクルからしても、章の重要性からしても、まあ、ランクとしては C ランクですね。C マイナスとも言ってもいいぐらいのランクが、この1章ですね。じゃあ C ランクということにしていきます。続いて、下移ってください。第2章ですね。不動産の種別部類型分類概念です。これ場面設定前提として2章ですね、種別類型が出されることがあります。前提理解していないと適切な回答を作成できないですね。そういった意味では、
2章、種別類型は全員中 B ランクということになってきます。B ランクということになってきます。で、続いて、目次2ページ目移ってください。はい、総論第3章ですね。不動産の価格を形成する価格形成要因です。章自体のね、出題可能性は高い章なんですけど、まあ章自体はね、出題可能性は高い章なんですけど、ただ、あと暗記する範囲が限られてくるという意味で、B ランクにしておきます。全部を全部暗記する必要はないんですよね。3章というのは。出題可能性は高い章なんですけど、暗記する範囲がね、限られてくるという意味で、一応 B ランクということにしておきます。では、目次3ページ目移ってください。はい、総論第4章、不動産の価格に関する諸原則です。やっぱり1章と同じ抽象論ですよね。ただ近年の本試験ですと4章メインの問題は出にくいんですけど、小問の一つとして4章ですね、諸原則が聞かれる傾向があります。なのでじゃ B ランクですね、 B ランクとしていきます。4章そのものとしてはですね、出る可能性は低いんですけど、小問の一つとして出る可能性があるので、一応 B ランクですね。諸原則11ありますよね。一応覚え方としましては、それぞれ冒頭の漢字を取りまして、特に意味はないんですけど、受変代、細菌収集、汽笛供与みたいな形で一緒に語呂合わせで覚えていくですね。11のね、諸原則の名称です。まあもう11しかありませんので、早め早めにこれね、それぞれの原則の定義です。4章は11の原則の定義をね、しっかりと暗記できればある程度の問題対応することができますので、一応 B ランクなんですけど、早め早めに11ですね、まあ、受変代、細菌収集、規定、共有という形で、まずは名称を押さえて、で、かつですね、それぞれの定義ですね、早め早めに暗記をしていくようにしてください。で、続いて、総論第5章ですね。安定評価の基本的事項です。こちらは、そうですね、留意事項も含めて、まあ、A ランクって形ですね。重要性が高い章ということになってきます。まあ、条件がですね、ちょっと近年出てるので、条件の分野はちょっと下げてもいいんですけど、まあ、章自体としましては、やっぱり A ランクですね。留意事項も含めて、ちょっと A ランクということにしときます。で、続いて、4ページ目進んでください。はい、6章ですね。地域分析、個別分析です。章自体重要なんですが、近年の本試験で6章絡み結構出てるんですよね。令和4年度に市場分析出てまして、令和5年度近隣地域が出ています。なので、出題サイクルという点からすると、B ランクということにしておきます。重要な章なんですけど、近年の本試験で結構6章絡み問題が出てるので、出題サイクルという点で、一応 B ランクということにしておきます。で、続いて、総論第7章ですね。鑑定評価の方式です。ボリュームのある章なんですけど、こちらも A ランクですね。細かい留意事項なんかもあるんですけど、そういった留意事項なんかも含みまして、こちらにも A ランクということにしておきます。で、続いて6ページ目進んでください。6ページ目、総論第8章、鑑定評価の手順です。出やすい手順と出にくい手順とかあるんですけど、章自体としましては B ランクとしておきます。で、7ページ。はい、総論第9章、鑑定評価報告書ですね。やっぱりこれ形式論ですよね。なので、ちょっとランク下がって、こちら C ランクということになってきます。9章、鑑定評価報告書、形式論ですので、C ランクということになってきます。では、8ページ目ですね。次のページ。格論第1章ですね。価格に関する鑑定評価、こちらはやっぱ A ランクですね。出題可能性が高い重要分野です。 A ランクということになってきます。で、続いて格論第2章、した賃料に関する鑑定評価、格論第2章が出せるとするならば、7章第2節ですね、賃料を求める鑑定評価の章とセットで出される可能性があるのが、このね、格論第2章です。で、賃料に関する賃料を求める鑑定評価の章で7章第2節というのが近年の本試験で結構出てるんですよね。なので、それと関連するこの格論第2章、賃料に関する鑑定は、主題サイクルからすると、ちょっとランクが下がりまして、まあ、C ランクということになっていきます。格論第2章が主題されるとするならば、7章第2節、賃料を求める鑑定の章とセットで出される可能性が高い。ただ、賃料を求める鑑定の章は近年の本試験に結構出てますので、そういった意味では関連する格論第2章ですね、賃料に関する鑑定はランクとして C ランクということにしておきます。
では最後、右ページ、各論第3章、証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価です。これ平成19年度の基準の改正で新たに加えられたのが、この各論第3章です。で、改正分野というのは本試験でね、出題されやすい分野でして、で、平成19年度に改正で加わって、平成20年度から試験範囲となったんですけど、で、20、21、22という形で3年連続で各論第3章の問題が出されていました。改正分野ってね、出題可能性が高い。しばらく出てなかったんですけど、ここ最近またね、各論第3章の問題ね、ちらほら出されたりしています。そういった意味では、各論第3章は B ランクですね。B ランクというですね、位置づけということになっていきます。はい、章ごとにやっぱり、ね、ランク付けがありますので、やらなくていいってことじゃないんですけど、C ランクもですね、一応優先順位としまして、まずは A ランクの章からですね、積極的にですね、こう暗記をしていくですね、一応そういったね、章ごとのメリハリなんかもつけていただくと、ね、良いということになってきます。またブリッジテキスト戻っていただきまして、ブリッジテキスト5ページ目戻ってください。はい、ブリッジテキストローマ数字5ページ目ですね、戻ってください。じゃあ具体的にどういったやり方で方法で暗記をしていく必要があるのか、暗記の方法について確認していきます。暗記の方法はところ見てください。暗記方法は音読、目読、書き写す、録音して聞くなど様々で、特に正解というものはないんだということです。まあ、とにかく自分に合った暗記方法は早めに見つけることが重要となってきます。やり方いろいろですよね。読む、書く、聞く、あとは今アプリなんかで暗記を助けるようなアプリなんかもあったりしますよね。様々なやり方があります。絶対的な正解というのはないです。とにかく10人問えるですので、自分に合った暗記方法を早め早めに見つけるってことがね、重要ということになってきます。で、次の部署、その際ハードルを高くして三日坊とならないように、生活の一部として毎日続けられる方法を選択するようにしてくださいということです。ハードル高くしても続かなければ意味がありません。鑑定試験は長丁場ですので、ぜひですね、毎日続けられる方法ですね。自分に合った毎日続けられる方法ですね。選ぶようにしてください。鑑定理論はもう専門科目ですので、もう合格するまではもう毎日、基準留置後の暗記はもう毎日行う必要があります。鑑定試験の難しさというのは、複数の科目を同時並行的にね、学習していけないので、これが難しさです。つまり教養科目の学習と同時並行で鑑定理論の基準留置の暗記も同時並行で毎日行っていく必要があるんだということになってきます。で、次のランク、特に働きながら学習をする方は隙間時間を有効活用することがポイントとなってきます。学生の方もね、学業とのバランスを取りながら、とにかくこの隙間時間の有効活用が暗記をする際のポイントになってきます。なので、例えばざっくりと、机の上で学習するときは、もう教養科目の学習に当てて、で、通勤通学ですね、机以外で勉強する隙間時間は、すべて基準留置項の暗記に当てるとか、そういった積み分けなんかも必要となってくるなということになってきます。で、また書き、また論文式試験なので、書くということも意識することが必要ということになってきます。最終的な論文を書いていく必要がありますので、暗記をする際にこう書くということもね、少しはこう意識してほしいということです。私がね、行ったちょっと暗記の仕方というのは、どういったやり方をしたかというと、こういったこう白紙の紙ありますよね。こういった白紙の紙に私はこうね、読むというのと書くというののハイブリッドの暗記の仕方をしたんですけど、こういった白紙の紙にこう自分ね、読みながら、言いながらですね。例えば、原価法とは、価格時点に来る対象動産の再調達原価を求め、この再調達原価について、原価修正を行って対象動産の積算価格を求める。そうなんだみたいな形で、もう殴りかけでも構いませんので、こういった形でキーワードをね、書きながら
自分ね、言葉で出して覚えていくみたいな、そういった暗記の仕方をしました。で、これ、ずーっともうガーってキーワード書いてて、で、こう書いた紙をね、捨てずに取っておいて、で、本試験当日に、こう捨てずに取っておいた大量の紙を見て、こんだけ自分書いてきたんだから、大丈夫だって、こう自信を持って本試験臨んだってことをしましたので、まあそういったやり方なんかを一つね、おすすめということです。で、暗記の仕方って本当に人それぞれです。で、私ども講師と、最終的に合格した方のね、対談が、レックのね、鑑定士課のホームページにですね、対談がアップされています。で、それぞれの方がね、我々の対談の中で、こうね、暗記の仕方を喋ってくれてますので、参考になる暗記の仕方がね、多分あると思いますので、そういうことを参考にしていただいてですね、自分に合った暗記の仕方ですね、早め早めに見つけるようにしてください。はい、で、続きの文章を見てください。ブリッジテキスト戻っていただきまして、第3段落見てください。なおかけのところですね。なお、暗記において重要なのは、覚えることよりも忘れないようにすること、メンテナンスが重要ということになってきます。覚えることももちろん大事なんですけど、それよりも忘れないように、こうメンテナンス、チェックのタイミングをいかに設定するかが、実はね、暗記の定着度にはね、非常に重要なんだということです。続き、基本的には1週間をタームとして全体より多く繰り返すことで暗記を進めていくようにしましょうということです。古典的な暗記の仕方に昔のやり方というのは、一章からまずね、暗記を始めて、一章すべて覚えて、で、続いて二章、で、三章という形で、初めからね、ずっと暗記を進めていくっていう形なんですよね。そうすると、各論第三章、最後までね、一応ね、暗記をしたってなるのは、まあ、早くても半年後くらいだと思うんですよね。それぐらいかかると思います。一章初めからずっと暗記をしていくと、一応形として暗記できたってなるのは、まあ、せいぜい半年後くらいです。じゃあ、半年経って、またね、初めに戻ってきて、一章確認して、じゃあ、覚えてるかというと、これ半年後なので、さすがに覚えてないです。覚えたことすら忘れてます。なので、半年後に戻ってくるのは、タイミングとしてさすがに遅すぎるということです。で、なんとかの忘却曲線というのがありまして、人の記憶というのは、だいたい1週間ぐらいが限度と言われています。なので、1週間をですね、ターム、期間としまして、ぜひですね、暗記を進めてほしいということです。1週間で全体暗記して、また1週間ぐらい戻ってくるですね、チェックのタイミングを1週間後に設定するですね、1週間を期間として暗記を進めてほしいということです。つまり、一章から各論第三章、すべての章をですね、暗記するのに、初めは6ヶ月かかったのを、で、二度目は5ヶ月、三度目はね、3ヶ月みたいに、全体を暗記する期間を短くしていくということではなくて、もう期間は1週間で固定です。期間は1週間で固定です。で、この期間1週間の中で、総論第一章から各論第三章まで12の章ですね、全体を回すということです。つまり、まず初めのね、1週間は、それこそ、それぞれの章の目次を覚えるぐらいでも、1週間終わってしまうと思います。それ十分です。初めの1週間はですね、1週間で全体を回すので、初めの1週間は、それこそね、各章の目次を覚えることだけでもう1週間終わってしまうと思います。それ十分です。1週間でまた戻ってくる。戻ってこないと忘れてしまいますので、1週間ぐらいで。なんでこうチェックを入れるということです。で、2週目、3週目。1週間で覚えられる量を少しずつ増やしていくっていう感じです。覚える時間を短くしていくんじゃなくて、1週間という期間も固定で、必ず1週間後に初め戻ってくる。だからこの1週間で暗記できる量を少しずつ増やしていく。で、最終的には本試験1週間前には、全範囲について1週間で確認できるようにしていくですね。そういった暗記の進め方をしてほしい。つまり、例えば7章ですと、まず1週目は、鑑定評価の方式というですね、目次ぐらいしか覚えることができないと思います。で、2週目は、鑑定評価の方式は、価格を求める章と賃料を求める章分かれてくるんだ。これ2週目終わりでもいいです。で、3週目は、じゃこの価格を求める章としましては、原価法、取引事例価格収益還元法があって、で、賃料を求める章としましては、積算法、賃貸事例価格収益分析法、継続賃料を求める章としましては、坂上分法リマール法、スライド法、賃貸事例価格法がある。これは3週目。これも十分です。で、4週目には、さらに広げていって、じゃあ今度は原価法の定義を覚えていこうかなって形で、こう少しずつ1週間で各章について覚える量を増やしていって、最終的には本試験1週間前には1週間で全範囲を確認することができる。1週間で覚える量を少しずつ増やしていく。それから1週間で戻ってくる。戻ってこないと、これ忘れてしまってます。記憶というのは1週間程度がね、限界ですので、とにかく1週間期間として、量を増やしてくださいね。ミルフィーユの少しずつ増やしてくださいね。そういったスタンスで学習を進めていくようにしてください。で、
あたがき、また、一日の最後にその日暗記した概念をおさらいすることで暗記の定着を図ることができます。睡眠中にこう、記憶ってこう整理されるって言われてますので、ぜひですね、やっぱね、チェックのタイミングですね。一日の最後で一週間後にまたチェックという形で、で、細かくね、チェックのタイミングを入れて、暗記のね、定着度を図るようにしてください。とにかくね、忘れます。忘れるってことを恐れずに、とにかくですね、一週間戻ってくるじゃないですか。で、結構忘れてるんですよ。で、また暗記始めなきゃいけないんですけど、でも少なくとも、一回目暗記したよりも、二週目の暗記というのは、暗記する時間が短くなってきますので、まあ暗記する時間を短くしていくってことですね。そういった意識で、とにかく忘れるってことを恐れずにですね、こう繰り返し繰り返しですね、地道に暗記をしていくことが重要ということになってきます。暗記、本当大変なんですよ。自分は、私は暗記自信があったので大丈夫かなと思ってたんですけど、基準理事の暗記って本当に大変でした。本当に大変でした。大変なんですけど、暗記から逃げられないんですよね。で、基準理事の暗記っていうのは、ずっとね、暗記をする実感がずっと湧かないまま低空飛行で続くんですよ。実際は暗記はちょっとできてるんですけど、暗記してるって実感がもうほとんど湧かないままずっと低空飛行で続くんですよね。で、最後の最後に、なんか暗記できてきたなってポツンって上がってくるタイミングが出てくるんですね。この最後にパッと上がってくるタイミングまで、いかに低空飛行でもね、我慢して粘り強く暗記を続けることができるかがポイントなんです。実際に暗記できてるんですけど、実感としてはもうずっと低空飛行なんですね。モチベーションっていう意味でもほとんど辛いんですけど、最後の最後にポッと上がってきます。で、その最後上がってくるタイミングまで粘り強く暗記する。もう初めの2、3ヶ月なんていうのは、もう全然暗記できてる時間湧かないと思います。なので、質問とかで2、3ヶ月暗記してるんですけど、暗記できないんですけど、先生どうすればいいですかって質問しないでください。それが普通だと思ってください。暗記はできてますよ。できてるんですけど、実感としてはもうないんです。ずっと低空飛行です。暗記できたなって実感が湧くのはもう1年後ぐらいだと思います。1年後ぐらいにやっとポッと上がってくる。だから1年後ぐらいまではね、粘り強く。暗記はできてるんですけど、実感としてはもうずっと低空飛行ですので、とにかく粘り強くですね、暗記を進めることがね、重要なんだということです。鑑定試験は努力が報われる試験と言われています。つまり、小論文的にフリーで自分のね、言葉で考え方を書くというのは、これは実は難しいですよね。一方、基準理事句を引用して回答を作成する。暗記は大変なんですけど、これ暗記さえすれば回答をね、しっかりと作成できるようになってきます。暗記をすればするほど鑑定の点数ね、自然と上がっていきます。努力は報われる試験と言われてますので、ぜひですね、粘り強く、なかなかね、ちょっと実感湧かないと思うんですけど、粘り強くですね、暗記を進めてほしいということになってきます。はい、ではね、ちょっと暗記について一通りですね、説明をしておきました。じゃあ一旦ここで切っておきます。以上をもちまして第2ユニット講義の方を終了いたします。